はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのティムルランプを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、現在競技で激増中のアーキタイプで、 MO プレリミナリーでは2日連続の優勝、海外 RCQ ではトップ4に3人このアーキタイプが残り、最終的に権利を獲得したのもこちらのティムルになっています。似たデッキとして CFT さんのスルタイランプがありますが、こちらはティムールカラーにしていて、世界魂のフンヌでのワンショットを狙うデッキになっています。基本的な動きは事件現場の分析者、ニッサ、狂人の特目でマナ加速をして、世界魂のフンヌを X20 以上で打って勝つという動きになります。狂人の特目は基本土地から出るマナが3倍になる大味なカードなんですが、序盤も1マナで土地やニッサを回収することができるので、デッキの安定感を増してくれる1枚ですね。ティムールカラーということで、全体除去には間の悪い爆発が使われていて、全体除去として使えるのはもちろん、単純に2ドロースペルとしても使えるので、コントロールなんかに当たってもメインから腐らないカードになっています。またこちらのリストではメインにキランが2枚採用されていて、2マナでマナ加速ができるのはもちろん、3、4飛行警戒でブロッカーになりつつライフも削ってくれるので、うまくランプができなかった場合に世界魂のフンヌを2回に分けて打つ場合なんかにはかなり重宝するカードですね。新カードで言うと、サイドのドッペルギャングはランプに対して強く、マウントを取られた状況であってもドッペルギャングで相手の強いパーマネントを複数コピーすることによって一気に逆転をしていくことができるようになっています。はい、ということで今回も BO3 ランクマッチで収録しているんですが、スルタイランプと同じくプレイング難易度は割と難しい部類のデッキになりますので、どんな感じで回るのか見ていきましょう。さあやっていきます。こちら先手、これは緑マナがないのでマリガンですね。そこまで悪くはないハンドではあるかなと。一応3色があって、4マナ目も狂人の特目で持ってこれるということで、キープしていきましょう。さあ、相手もワンマリガン。まずは島を持ってくる形ですね。で、間の悪い爆発もあるということで、相手がアグロであっても、全体除去をしていくことができると。さあ、相手ランプですね。これは先に、刺激を置いて、中加速をしていきましょう。ランプに対しては、ランプ側が、力戦を持っているので、力戦をどうかいくぐっていくかという戦いになりますね。さあ相手はまずは豆の木を登っていく。これはもう、マナ加速していきましょう。さあなんと形はあったので、4マナ目までは、加速していくと。さらに強靭の特目もあるということで、5マナまでは、とりあえず確定している状況ですね。さあ相手は洞窟探検。たまにこれ入れてる方もいますね。さあ相手もマナ加速をしていく。まずは考古学者行きましょう。さあ。悪くはないですね。これは強靭の特目から行きますか。さあ、土地を回収して、このターンは森を持っていきたいですね。さあ、一応、緑の、ダブルシンブルを出せるようにしていくと。あとは、フンヌを回収していきたいという感じですね。一応、刺激によって、墓地にあるフンヌを回収することができるんで、フンヌプラス、ニッサとかで回収していきそうですかね。さあ、このターンどうするかな。考古学者で一旦探しに行くのも全然ありですね。さあ、スタックで止まってきているので、相手が力戦か、もしくはサイクリング系のカードを持っている可能性は割と高いと。記憶の反乱いいですね。さて、となると、一旦このターンは、タップインしていきますかね。一応デッキの中の土地を、圧縮していく形ですね。さあ潜伏先からさらに土地を持ってくる。相手の動き的に、これは殴っていいんですけど、動き的に、サイクリングは持っている。あとは力戦を持っているかどうかですね。力戦を持たれてたら、ちょっと、動きが変わってくるんですが、さあ、相手も、
マナはしっかりと伸びている。大点数から、まあ、4点ゲインはしていくと。ゲインがね結構辛かったりもするんですよね。まあフンヌで、X の値を大きくしないといけないため、これは一旦どうするかな。まあ選択肢が結構ある盤面ですね。ゲインが辛いんでフンヌで一旦大天使除去ってもいいんですけど、まあ上振れを狙うのであれば強靭の特目から入っていく形がまあ強いですね。相手が力戦を持っていなかった場合は、まあそれがベストではありますね。まあ今回は上振れを狙って特目から入っていきましょう。まあ力戦も入っててね、4枚なんで。で、仮にこのターン力戦を打つってなったら、まあ相手は7マナの動きができなくなるんで。さあ、ここは全理解の進行。まあ土地はしっかりと伸びていくと。さあ、5マナある状況。さらに豆の木。うん。ただ、まあ歴戦あったらもう確定でこれは相手のターンに打ってくるんで、まあ打ってこなかった場合は、まあだいぶやりやすくなりますね。ただライフ27。5、6、7。三振に21なんで、まあワンショットじゃまだ、お、相手歴戦持っていない。なるほど。まあ歴戦あったら、相手のターンに絶対これ打ってるんで、まあおそらくサイクリング系の何かではないかなと。さあ、ただここで止まってくる。さて。まあ21マナなんで、ただ、マックスで打っておきたい感じはありますね。まあ大天使のことを考えると、ゲイン分も含めて、まあ削れるところは削っておきたいですね。さあ19点を入れていく。残り8まで。で3点ゲインして残り11。で相手力戦持ってないんで、刺激で、次のターン、フンヌを回収して、もう一回フンヌ。っていう動きができますね。まあ力戦ないんで、おそらく次のターンには勝っていけるのではないかなと。さあ、さらにマナ加速を。え？持ってる？多分、こっちのデッキを知らない感じですね、これは。こっちのターンまでその、力戦を構えるメリットが多分、ないですよね。うん。多分ないんで、まあおそらく、こっちのデッキの動きを、まあまだ、知らなかったっていう感じですね。まあ、なんていうか、活躍しだしたのが最近になってからなんで。さあ、力戦2枚目も引いている。これも使っていくと。なるほど。まあ、力戦をドローに変えていった感じですね。さて、刺激があるんで、15マナあるから、4で回収して、11、9点までは、与えることができるんですが、まあ、ゲイン分がやっぱり辛いですね。ゲインがなければね、もう、2回打って終わりなんですが、最低イモデーンを出してくる。まあ、このターンには死なないんで、まあ、間の悪い爆発を一旦打っていく形になりそうですね。で、爆発打って、刺激、回収モードで打って、ってなると、もう2ターン後には、X12 以上で打てるんで、まあ大体勝てるんじゃないかなと。さあ爆発で全体除去を打っていきましょう。まあさらに分析者で、まあ中速をすることができると。うん。まあ、さすがに勝ちそうな盤面ではありますが、どうですかね。分析者はまあ出さなくてもいいか。まあライブラリーにある、土地が、もう2枚だけなんで、まあマナ加速の機能が、もうほとんどない感じですね。であればまあ刺激で、まあいろいろ回収していった方がいいかなと。
さて、まあマナはもう十分にある状況で、イモデーンももう相手使ってるんで、まあおそらく2枚目はないでしょうと。さあどんどんとドローはしていきますが、群れの渡りからだとおそらく勝てるはず。さあ残り4マナ。さあ大天使出てきますが、原因はなし。これは勝ち確ですね。さあということで刺激で憤怒を回収していきましょう。まあ何やっても勝てる状況かなと。ということで刺激を、打っていきましょう。まあ基本的にこのカードは、長期戦においてめちゃくちゃ強いカードですね。まあ一応基本土地を持ってきて、まあ最大で打てるようにしていきましょう。さあ相手はディスカードが発生。まあ原因のことを考えると、まあ序盤の大天使は除去っててもよかった気もしますね。さあということで X14 で打って、勝っていくと。GG。まあこれがこのデッキの動きですね。さあということでサイドボーディングなんですけど、今回は RCK を勝った方がサイドボードガイドを出しているので、その通りにやっていきたいと思います。まあカウンターティシャーナ、ドッペルギャング刺激を入れて、でまあ全体除去をすべて抜いていくと。で、あとは動きとして遅い、ファラジを抜いていく形ですね。これでやっていきます。さあ、1本目勝って2試合目。これはさすがにマリガンしていきましょう。土地力は動けないですね。さあ、さっきのハンドよりはマシですが、これも、まあ、序盤の動き、ほぼないんで、かなりきつそうかなと。さあ、さらに記憶の反乱を引いてくる。ちょっと反動は、まあ、だいぶ弱めで、ですね。なんとか2ターン目の動きを、引いていくことができるといいんですが、さらにどっち？現状これはもう、なんか初動5ターン目とかになりそうな感じですね。5ターン目に記憶の反乱を打っていくって感じになりそうかなと。まあ、相手も遅いといいんですが、さあ、群れの渡りで土地を持ってくる。さあ、踏み歩くもの。まあ、相手の動きは、まあ、ランプとしては、今のところ完璧な形ですが、さあ、さらに土地。ちょっとね、これは、きついですね。まあ、土地が30枚入ってるデッキなんで、まあ、割とね、こういうドローになる、ことは、多いですね。さて、どうするか。まあ、どうするかというか、何もできないんですが。さあ、相手は、まあ、完璧な動き。まあ、ゼンディカへの進行も即、ひっくり返していくでしょう。さあ、これで土地が7枚。お、プレイヤー行く？さあ、残り19まで。これは初動5ターン目ですね。このターンに X1 で憤怒打ってもっていう感じはあるんで、まあそのままターンを渡していきましょう。まあ後手でこの動きはね、さすがに。さあもう一回前2回の進行。まあ相手も反応が全部突だったらいいんですが、ただ相手は44のアタッカーが2体に、なっていきますね。さあ、前理解の進行を落として、44警戒が出てくる。これで8点クロック。X3 で打っても感はあるんですよね。このターンにその X3 で打って、で、一応その次のターンに特目は出せるんですけど、もう特目置いて終わりっていう動きになるんで。まあ、こういう、なんだろう、展開になると全体除去とか欲しくなってきますよね。ただ相手の動き的に、まあサイドここからは、カウンターとかも入ってきますし。さあ大天使。まあ全除去を、まあサイド後は抜いているため、これはさすがにまくれなさそうな感じはありますね。さあさらに、8点をこのターン。
入れられていくと。まあ次のターンには投了していきそうな感じかなと。止まってきてるんで、まあおそらく、カウンターは入ってますね。さあようやく動けるカードを引いたんですが、まああまりにも遅すぎると。さあ、どうかな、これアンタッピンの方が良かったかな。まあどっちにしろ相手がカウンター持ってたら負け確なんですが、一応フンヌを本体に X3 で打つことによって、まあ、3回、ゲインランドを戻して、で、まあ、中速もしていってなんとか生きてるっていう流れですね。うん、まあこの行動を取るしかないんですが、まあ、もしくはアンタップインさせてクリーチャーにフンヌを X4 で打ってっていう、まあ同じ流れですね、これは。まあ多分どっちのプラン取っても負けは覆らないのではないかなと。さあ一応本体打っていきますが、まあカウンターを持っていそう。カウンターされたら即投了ですね。まあこれは考えるまでもなく、はい、投了していくと。じじ。まあデッキの構成上動きが悪くなるとあんな感じになりますね。さあ一勝一敗で3試合目。これはキープできますね。3色あって、まあ、しっかりと序盤から動いていけるハンドと。まあ、あとは土地を引いていけるかどうかなんですが、まあ、土地30枚デッキのため、まあ、大丈夫ではないかなと。まずは森を持ってきましょう。さて、まあ、分析者から行くかどうかなんですけど、まあ、このターン分析者置くメリットがないんで、まあそのままターンを渡していきましょう。さあ、青緑を持ってきて、まあキランを、打てるようにしていくと。さあ、相手、このターンは、力戦は打てない状況ですね。まあ一旦このターンはキランからいきますかね。キラン打って、まあ4マナまで加速していく。で、土地が、まだないので、このターンは、そのままターン渡して、ドローをしていきたい、かなと。さて、相手はまだ青マナはない状況。さあ、そのまま、ターン渡してくる。構えてくると。これは一旦サイクリング構えですかね。お、ティサーナ、これは、でかいですね。まあ、記憶の反乱とティシャーナを構えていく。なるほど。これで墓地を追放していくと。もうあれなんですね。この墓地使うデッキがめちゃくちゃ増えてるんで、まあ、こういうサイドカードを採用してる方も出てきていると。まあ、これはもう、消していきましょう。さあ、まあ、3-1瞬速も強いんですが、さて、ここは、はい。これはまあ即消していきましょう。まあちょうど、5マナを使い切る、形になりましたね。これはスルーで。まあ一応、ライフを削っておくことによって、まあフンヌの X の値が小さくなっていくんで、土地を引きたいんで、反乱からいきますか。緑残しで。このデッキね、基本的にオートタップは使わない方がいいですね。ただ土地引かず。まあ、特目引けたんで、そこはいいですが。ニッサは、まあ一応もらっておきますか。このターンは特目で土地を回収して、置いていく形になりますね。さて。で、まあ6マナある状況だと、分析者をもう出してそのまま、そのターンにね、マナ加速として使っていくことができるんで。さて、まあ相手その、このサイドカードがあることを考えると、まあ分析者はもう、出して即起動してもいいかなと。お、突引いてくる。これはいいですね。さあ、山を持ってきて、分析者から、まあこのターンにもう起動していきましょう。
いいですね。4マナ加速できるかな。まあ、クッチルとか、あとはまあ、ティシャーナケアですね、これは。さあ、さらにマナ加速をしていく。まあ、3点一応ね、1回入れてるんですけど、まあ、大天使で2点ゲインされ、3点ゲインされと。まあ、やはり、ちょっとね、削っておくのは、結構大事ですね。さあ、まあ、基本土地で、こうやってマナを伸ばしておくことによって、まあ、特目が割られたとしても、しっかりとね、マナを使っていくことができますね。さあ、現状11マナ。うん。まあ、ライフこそ、まだ削られてはいないんですが、ただ盤面的にはどんどんと、辛くなっていく形ではありますね。まあ一旦ケラン出しても良さそうな感じではありますが、さあ相手青マナは、一応このクリーチャーから踏んでる状態と、まあかなり難しい盤面ですね。いろいろと選択肢がある。特目を置いてからだと、12マナ使える状態。まあ、カウンター持たれてたとしても、特目からカウンターされて残り4マナ使えるんで、まあ、こっちから行きそうですね。うん。まあ、上振れ狙いプランで行きましょう。さあ、まずは特目。相手は青マナがある状態。まあ、カウンター持ってそうですね。はい。で、あれば、まあ、反乱かけらんかなんですが、まあ一応ブロッカーでケラン出していきますか。ケランを出しておくと、一応、4-4は殴れるんですけど、あとは殴れない状況になりますね。まあ大天使殴ってきたら、ケランの警戒で殴れるんで。ただ大天使、これは強いですね。ただこれで相手ハンドが1枚。ハンドの1枚がカウンターとか、力戦じゃなければっていう感じですね。まあ、ただライフが9か。いや、ライフが普通にきついな。11マナあるんで、まあ、反乱からですね。赤マナ1個使っていきましょう。さあ、まずは、記憶の反乱。止まってくる。止まってくる。ドッペルギャングいいですね。いや、カウンターだったらここに使ってほしかったですが。ドッペルギャングプラス、土地かな、これは。うん。まあ、ニッサ置いて、土地出してっていう形になりますが、これ、力戦かな。なんか動き的には力戦が濃厚な気はしますね。さあ、ニッサ出ていきますが、ただここには力戦使わず、まあ力戦じゃないとしたら、群れの渡りの可能性が高めですかね。あとはまあサイクリング土地。さあ、ただここで止まってきてるんで、おそらくこれは力戦じゃないかなと。力戦以外だとここで止まる理由はまあないですね。一応、ニッサが避けられると、3、4、5。まあ、一応もう一回ニッサ出して、考古学者まで行けるんで。うん。さらにニッサ。このターンは、ドッペルギャングはまだ打たないんで、まあ、一体避けられてもまだ、ライフが残るっていうことを考えると、一旦記憶の反乱いきそうですかね。記憶の反乱プラス考古学者かな。まずは考古学者を出してみる。うん。まあ、これは力戦でしょう、さすがに。お、特目。であれば、これはティシャーナ拾いますか。うん。ティシャーナ拾いそうですね。さあ、まずは、ティッシャーナをもらっていく。まあ、一応これでいろいろとケアはできるようになるんで、
ったら歴戦使わず、うん、さあターン渡していきますが、残り10点、まあ読みでは力戦なんですが、60、まあ1体はブロックしないといけないんですけど、大天使3枚目のことを考えると、まあどっちともブロックかな。一応ティシャーナはあるんですけど、うん、まあニッサ3枚あるんで、まあブロックしていきましょう。さあ6点削れて残り4点。さて群れの渡り、うん、であと1枚がおそらく力戦。ティシャーナはどうするか。5、7、8、9、10、11、12、ドッペルギャングは X3 になるんで、ティシャーナ出しそうですかね。 X3 でしょ。ちょっと盤面が難しいですね。大天使が一応、6体になる。さあ。お？ただ止まってこない。これあれか。多分、さっきまで力戦ブラフをかけた群れの渡りですね、これ。12、13。ニッサ置いてからだと、11?9、10、11ですよね。うん。ってなると、ドッペルギャングもそのまま打ちますか。5、8、11。なんで、X3。いや、ニッサも出してよかったか。まあ大天使、大天使、スカイクレイブ。なんですけど、カウンターじゃなければいいですが。カウンターだったらまあ負け確ですね。お、カウンターではない。こうなると、2、5マナ使えて、まあ、ただそのまま渡していきそうかな。一旦記憶の反乱を打っていきたいんで、アトラクサいいでしょう。まあ、この盤面だとアトラクサは別に、そんなに脅威ではないんで、まあ、この動きから推測するに、力戦ブラフの群れの渡り手札で、で、アトラクサはおそらくトップ。ですね。さあ否認が入ってくる。うん、力戦と否認、まあどこかそれで使わせていく必要はありますね。まあ一応大天使こっち6体いるんで、まあまあ相手の盤面は完全に止まっている状態。さあということで反乱打っていきましょう。まあ否認はもう使ってほしいですが、まあさすがに使わないでしょう。さあ世界魂の憤怒引いてくる。これは刺激回収ですね。さすがに刺激回収してドッペルギャング使い回しでも勝てる盤面なんで、うん、刺激もらっていきましょう。さらにニッサ、相手は青マノワスカイクレブからのみ、まあ否認プラス力戦という動きはできる状態ですね。このターンはまだ負けないんで、一旦特目キャストしますかね。いや難しいね。3、4、特目カウンターされて9マナ、刺激4で打ってドッペルヤング1か。どうだこれは。通った場合は通って、難しいね。スカイクレイブ使った場合は、ブロッカーがまず7体になって、使ってキャストすると、カウンターされた場合は、9からで、カウンターされなかった場合は、27。で、フンヌ、打ってカウンターされて、いやカウンターしなさそうだよな、さすがに。とりあえず特目を
基本土地から出していくかな。で、多分これには否認は使わない、絶対。はい、通すでしょう。通して、で、18マナ、21マナあるんで、まずはフンヌをスカイクレーブに打つか。X4 で打っていく。あ、ちょっと待てよ。そうですね、うん。まずは普通に X4 で打って、で、基本土地残し。で、否認を構えられなくなったところで動いていきたいんで、の束縛使う、ここで。ここで使う場合は、スタックでマナを出しますね。うん。さあ、12マナ、プラス3で15マナ浮いている状況。さあ、否認は使わないでしょう。青マナは出すんかな。お、青マナ出さない。さあ、これで、どうだろう、ニッサ出す余裕あったかな、わからん。これ難しすぎますね。さて、土地はこれで枯れていく。まあ、否認は多分相手、負け角の盤面でしか使わないでしょう。順に15マナなんで、はい、フンヌ引いてくる。多分ね、最適解もっと他にいろいろあると思うんですけど、時間制限がきついため、まあ、アリーナだと、なかなかね、最適解は難しいかなと。まあ、次のターン負けなければ勝てるんで、このままターンを渡しますか。相手がその、青マナが1個しかないんで、フンヌに1回カウンター打たせて、で、刺激でいろいろ回収して、まあ、ドッペルギャングなり、フンヌなりで、勝っていくっていう。おっと、群れの渡りで島を使っていく。これ、勝ち確ですね。まあ、オートタップは信用してはならないということで。はい、さすがに投了と。ジジ。まあ、多分、そのままやってても、勝てたマッチかなと。ジジ。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。